体育館青少年研修道場、野球場テニスコート、筑波未来市総合運動公園は、茨城県筑波未来市小針にある運動公園である。筑波未来市では主に総合運動公園と呼ばれる。筑波郡稲村の1980年度最大の事業に位置づけられ、稲村総合運動公園として建設された公園である。1979年に、 稲村民を対象としたアンケートを行った結果、総合運動公園の要望があり、村民誰もがくつろぎ、楽しむことのできる公園として、稲村により村民総合運動公園として計画された。整地作業には、行政改革の一環として自衛隊に造成工事を依頼し、1980年5月12日に、非公式が行われ、陸上自衛隊施設学校、 かつて共同体の土作戦によって整地が行われた。依頼先が陸上自衛隊であったことから、整地費用は機械の燃料代と電気代のみに抑えられている。整地作業は5月中旬から6月中旬を予定していたが、5月30日に完了し、稲村に引き渡された。整地は霧土を行っているほか、平均1メートルほど森土を行っており、 一万三千立方メートルほどの土を動かしている。その後、野球場の設計及び施設の着工に入り、1981年4月に中心施設となる野球場と村民体育館が完成、5月から開放された。その後も5月下旬から7月中旬にかけて5千本の植樹が行われている。1985年4月1日には稲村が 調整施行し、稲町となったために、稲町総合運動公園となり、2006年3月27日には、稲町が、原村と合併して、筑波未来市となったため、現在の名称である、筑波未来市総合運動公園となっている。合併と同時に、旧原村域居住者も、市内利用者となった。野外ステージ、テニスコート、多目的広場及び、 犬の散歩には事前に市に申し込みをすることが必要である。公園内の各施設は毎週月曜日、年末年始が利用不可となっている。また、利用する場合は利用予定日の2ヶ月前から3日前までにつくばみらい市に利用許可申請書を申請する必要がある。ありがとうございます。